こんばんは。時刻は17時を回りました。3月22日火曜日、ウェザーニュースライブイブニングのお時間です。この時間の担当は檜山沙耶です。3時間どうぞよろしくお願いいたします。引き続き生放送で最新気象情報をお送りしていきます。現在ウェザーニュースライブでは黄色ナビで番組を進行しております。今日関東や東北では低温と雪によって電力需要が大幅に増えることが予想されています。電力需給が逼迫する恐れがあり、生活に影響が出る可能性がありますので、注意レベルを高めて番組をお送りしていきます。今後さらに夕方以降は電力の需要が遅く増える予想となっておりますので、今後も詳しい情報についてお送りしていきます。また番組でも朝のモーニングから一部照明を暗くしてお送りしております。皆さんの地域の様子はいかがでしょうか。できる限りの対策を行ってお過ごしください。私も今日はなるべく暖房を使わないように心がけておりまして、カイロとあとはマフラー、ストールを準備してきました。必ず暖房器具を使わないでと言っている意味ではなくてですね、ご自身のできる限りの対策方法を心がけていただければと思います。我慢しすぎると体調を崩してしまう方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、くれぐれも無理せずにお過ごしいただければと思います。このイブニングの時間帯も生放送で最新の気象情報、気温や雪の情報をお送りしていきます。よろしくお願いいたします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。